はい。えー、<laughs> 始まました。なんか緊張してるでしょ。<laughs> いや緊張しますよ、まあ。変な感じですよね。はい、えー。サンドの、えー、島崎です。えー、ロンドンの吉田です。えっと、えー、まあロンドンを知っている方も知らない方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、えー、今まあ銀座を中心にですね、えー、国内が合わせて今二十四店舗フランチャイズとあとビオスマツゲクステなどなどをやっております。 えとまあ、自己紹介そそんんななな感感じじかははは、えーまあ、うちはまだ今期期、えー、期目8期目、うん、7期目でですすね僕は、えー、3度の、えー、島崎ジョーです、えー、と2017年の9月に、えー、1店舗目をオープンしまして今、美容室を、えー、3店舗。 とあとパーソナルジムの二店舗、えー、経営しています。まあショートが得意なサロン、ボブが得意なサロンというところで今、えー、打ち出させてもらってて、えー、これからもあ十月に一応出店が四店舗目の出店が決まってます。どこに出す？これ言っちゃっていいのかな。まだ。まだ。まだ発表してない。まだ発表してないんだ。うん、あ、そうかじゃあダメだね。<laughs> 俺は知ってんだから。<laughs> 言わないで。<laughs> それまだねちょっと未,未公開情報だから、ね。あ,あ、そうか、うん、じゃあ。 言わんん聞かない方がいいがだね <laughs> ちょっとまあ今日ハイボールを飲みながらっていうことでそうそうヘアキャンプさん史上初の、はい、ハイボール酒場対談ということでやて本当に居酒屋が良かったんだけどね、うん、まあ無理かこの機材無理だなこういうスタジオで、ねはい、させていただいてとりあえず乾杯しようかよしじゃあきょはよろしくお願いします 早速がもうあれですかね一個目の質問とか言った方がいいんですかね。あ質問、えー、どんどんお願いします。そうじゃないなテーマか。うんテーマね。でえっ、ー、と今日はまあ僕らお互いに美容室のね経営をやっていてまあ店舗を展開していてまあその中で、えー、まあどんなことを大切にしてんのかとかうん,うんまあいくつかねこうテーマがねテーマをね決めてうん。 お話しさせていただきますので。まあ、質問とかもどんどん気になったことありましたら。あの、随時受け付けておりますので、よろしくお願いします。で、まあ、一個目のテーマが、えー、っとですね、集客。はい。で、二つ目が、えーうん、教育。うん、で、三つ目が、えー、出店っていうところで。うん、大丈夫、合ってる。あ、多分、うん、多分合ってます。うん、で、えー、話させていただこうかなって思ってます。 カカメメララどれみたいでですかこのカメラですかこの集客、まあうんまあ、うちは本当周りからも周知の通り本当典型的なホットペッパーサロンに該当するのかなと、えー、思ってますで、うんまあ、さっき冒頭で僕らロンドは7期目っていう話をしたと思うんですけど我々がやっぱり独立する時っていうのはホットペッパーがこうまさにブワッっていう,こうブレイク した瞬間ブレイク前夜みたいなタイミングだったから、うん、まあもうホットペッパーで勝てば一緒みたいなこれからの時はやっぱり集客に対してお店が責任を持って課金をして、ねうん、まあ広告費を払って、まあ、それでやっぱりできるだけ高い費用対効果を取ってスタッフたちに入客を促していくと、うん、まあそういう流れが来るだろうと思ったし、まあ、実際やっぱりここ数年間 SNS のね、うん、台頭が来るまでは。 まあそういうプラットフォームがまあ全盛期だったかなとまあもちろん今も続いてるんだけど、うん、まあそこに対してどれだけ注力できるかっていうのが、うん、まあ創業する前から我々のその創業の一店舗目を成功させるためのまあ一番大事にしてたシナリオかなっていう感じでしたね、うん、なのでまあその今テーマこう出てたように対照的な集客っていう点で言うと僕たちはまさにそのホットペッパーっていう媒体を駆使して、えー、つまり まあその上でこう、まあ、お客様を呼び込んで、えー、まあ利益を上げていくというモデルの代表格になったのかなっていう感じだったかな対照的っていう点で言うとジョーのところはねそうですねやっぱりインスタトーや,っ、ね、やってるやってる、うん、やってるけど、まあ、ホットペッパーだけの。 ホットペッパーを見てホットペッパーで、えー、探してくるっていう人よりもやっぱりインスタの方が途中までは全然ホットペッパーも多かったんですけど最近はやっぱりインスタグラムがすごく多いですね、まあ、平均年齢がもう23歳代とかなんでスタッフのでみんなこう若い子たちが、えー、若手が、えーまあ、インスタグラムを駆使して、えー、スタイルを打ち出してデザインでまあ集客していくっていうそういうやり方でその教育だったりも 実際にはこうシステム化しててやってるとこですねインスタってさでもさ個人で戦うじゃんもちろんさうちもさホットペッパーだけではこのご時世はえうまくいかないからもちろんスタッフたちにインスタグラムだったりまあミニモだったりとかねいろんな集客の方法を頑張ってもらってるんだけどインスタグラムって基本的には個人戦じゃん。でスタッフでみんなにやりましょう やってくださいっていう自主性なのか、うんうん、もうこうやんなさいやんなさいっていうのがもうある程度決まってんのある程度決まってるるかな<ー>、うん、ある程度決まっててやっぱりこう母数的な問題でやっぱり賞賛が、ね、そっちの方が取れるのかなっていうふうに考えて、うん、でそこの本当にこう、まあ、なかなかねあの集客できない子もできる子も、うん、まあ普通の会社だったら、まあ、たくさんいろんな人がいると思うんですけど、うん、もう全員そういうふうにこう。 あの集客できるように、まあ、美容師として新規のお客様に来ていただく一回チャンスをいただくってところで、うん、やっぱりデビューまでに育,育てるそこまでデビューまでに生かせるっていうだから中途のスタイリスト入社ってのはあんまないんでないよねほとんどね、うん、かないのか一人も一人一、うん、人,1人、うん、まだ一人だからアシスタントの、まあ、シャンプーシャンプーから、うんあのー、教えていくって感じかな今もだからじゃあ じゃあ普通だったらシャンプーがあってまあお店によるけれどもブローがあってパーマがあって何か何があって最終的にカットがあってデビューまあその中にカリキュラムにもその発信っていうのがもうあるカリキュラムにはないカリキュラム自体にはないフードとしてあるかちょっと勉強会みたいな感じとかねカリキュラムにはまだないけど新人研修の中の内容には入れてたりとかああ あとはたまにそういう,こう勉強会みたいなのあったりとかっていう感じでカリキュラム自体にはないかな技術カリキュラムみたいなパーマとかっていうところにはない、うん、全員やってるでしょ、うん、ほぼほぼあっさ俺もやたら今質問をさ浴びせてるんだけどさやっぱインスタグラムなんだよね今は、うん、<laughs> うちはホットペッパー頑張ってて、うんでまあ、これ手前みそなんですけどえー まあ銀座の1号店がね、うん、4年連続、まあ、ホットペッパービューティーアワードっていうものが創設されてから、えー、今年までずっと毎年、えー、うちの席数、うん、区分、うん、まあ中規模ぐらいだよね、うん、中規模席数区分でいうと4年連続売り上げが日本一を取らせてもらってるんだけど、うん、そのホットペッパーってでもチーム戦だからみんな頑張んなきゃいけないんだけど、うん、でも変な話例えばブログ例えばスタイルとか、うん、口コミの返信とかちょっとサボってても、うん みんなでリカバリーし合って、うん、集客って取れちゃうんだよねっていうのもおかしい話なんだけど、ねうん、でもインスタグラムの場合ってさ本当個人戦じゃん、うん、でもお店がさこうや,らやらせるその強要させるところっていうのがどこまで言ったらいいのかなみたいな、うん、例えばプライベートな投稿を載せんなみたいなも言ってんのかとか、うん、ちょっとそういうのも気になっちゃったりするんだけどね。っ、うん、ちょっといい難しいでも インスタの方がうまみがあるのが分かってるから全然爆発力も違うしやっぱりデビューしてからのその瞬間のねやっぱり苦しい時期って絶対に来るはずなんですけどデビュー後の、まあ、集客できなくてお客さんつけていく時っていう高いしねホットペッパーその苦しい時期がないっていうのが1個 <laughs> 指名で来るからね、うん、基本的に、ね、そう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  売上上自体は上がってもちろんお給料も安定するし、うん、あの普通の子たちが取れないお給料も取れるけど、うん、その中にやっぱりそのもっと違う高い悩みをもっと早い段階で感じることができればうん、うん、もっっと成長早いいいんじゃないかなかていう、うん、あとこれちょっと、あのー、集客で僕が思ってるのは。 個人集客で成功すると、うん、個人で独立しちゃおっかなって思いやすいのかな、うん、特に若い子なら若い子ほとんど、うん、勝手に俺は思っちゃってるんだけど、うんうん、あんまそういう感じでもないよねサンドの子たちは。どうなんだそういう感じじじゃなないい気がしてますよね <laughs> <laughs> ない感じであってほしいなとは思うんですけど、まあ、そういうのは上がってないよねだからだからこそなんかやっぱり。 あの会社としての強みみたいなのを<ー>その集客の,その会社から振られる集客じゃなくって違うところに持たせたいなとは思ってる<ー>、うん、教育だったりとかゲトのもつだし温かい風土だったりとかみんなで一緒にお客様をゲストを介していくっていうところに関して、うん、やっぱり。 今日ちょっと真真面面目目だねいつもよく飲んでるんです<の>これいつも飲んでるんででるすけどもっとねあのね <laughs> ででも,、ね、でもさあの話してる質問真面目だよね一応さ真面目な話をスタートではね言わないといけないから喋、うん、<laughs> ってるけど、うん、でもまあそうだよねサンドでも俺それがすごいなと思っててさ、うん、まあでもだから あのー、多分ここ今見てくださってる、まあ、オーナーさんの方もいらっしゃれば、えー、もしかしたらまだデビュー前のアシスタント、うん、デビューして伸び悩んでるスタイリストさんとかいっぱいいると思うけれどもそのホットペッパーを一番高いプランでぶっちゃけまあそのこれ経営者さんへのアドバイスなんですけどじゃあホットペッパーで集客集めようと思ったらまず最低限 一番上のプランにまず契約することがマストだと思うんですよね、うん、まずは。うん、で、集客が取れて固定客が生まれて、うんえー、ホットペッパーじゃないところでの予約も広がってくるのであれば、<っ>えー、価格帯を落として、価格じゃないや、うんえー、広告料、プランを下げていくっていうのも、まあ、一つ、戦略だと思うんですけど、うん、やはりそのアルゴリズムでね、うん、ホットペッパー上の、うん、まあ AI がやっぱりこう、えー、上位表示するっていう点で言うと、やっぱりプランが高かったりする方が上位表示されやすいっていうのは、まあ、これはしょうがない。うん だから、まあ、集客をじゃあ取ろうと思った時にインスタグラムで集客を取ろうホットペッパーで集客を取ろうミニもル取ろう、うん、何でも僕はいいと思うんだけれども、うん、本気で、えー、まず社長が情熱を持ってここで勝つぞと、うん、スタッフたちにその情熱を伝播させて、うん、そっか、じゃあホットペッパーでとにかく社長がいうことを信じて頑張れば明るい未来が待ってるっていうふうに火をつけさせてあげられるかどうかが多分大事だよね。うん 結局は真面目だね真面目だねだからホットペッパーがいいですよミニモの方が時代だからいいですよの別に2択なのか3択なのか4択なのかではなくてうちはじゃあこれやってるんだからもうこれ全力でやってみようようちはじゃあホットペッパーじゃないこういう方法でやってみようよでそこで舵を取ったそこで本気でなれば多分 望んでる結果っていうのは、うん、意外とついてくる可能性はあるんだっていうのはあるね、まあ。方法は何でもね、うん、最終的に、まあ、スタイリストが、うんえー、育ったスタイリストが本当にこう美容師楽しいな幸せだな、えー、成長できてよかったなっていうふうに思える環境をつけるかどうかっていうのが勝負なだけであって、うん、そのために集客が必要で、うん、そのための集客でどういう方法があるかって,ってまあ選択肢はいっぱいあってだからまあもちろん集客すれば売上が上がったりとかするけど。うんうん その集客って何のためって言ったらやっぱり一人の、まあ、デビューさせたもしくはデビュー,し、えー入ってくれたスタイリストに対して、えー、チャンスを作れるかどうかっていう,うあそれだけかなみたいな確かに例えばさ、うんえー、今独立準備中だとするじゃん、うん、これから独立しようって思った時に、うん、じゃあ集客媒体確かにいっぱいあるよね。うん、何やるえ自分が独立する まだサン度これから出すとしたら、うん、今はもうインスタグラムで「俺らはホットペッパーで」あるけど、うんうん、でもそのまだその、まあ、うまみっていうか成功事例を自分たちで掴んでなかったとして、うん、これから独立だったら初めての独立だったらえっと絶対いいプランでやるかな、うん、上のプランでまずはまずホットペッパー、うんうん、その方がチャンスは絶対多いから、うん、チャンスが多いけどまあ言ったらかかるお金がかかんないってことはその分 その子らに対してもうまみを見せやすいっていうのあ実際にあるからやっぱりお金って売り上げが100%だとしたら、うん、その中でまあ何比が何って、うん、比率がねゼロになったらもう終わりだからね <laughs> マイナスになっちゃったらね、うん、そうそうそう、うん、いっぱいお金持ってたらいいけどでも独立するときに、ね、いっぱいお金を持ってる人ってあんまりいないからまあその話は第3話で今日あるんですけど出店っていうところでね。うん 話がついちゃった、まあまあでもそうだね、うん、俺だったらでもねこんなご時世だから、うん、客販むっちゃする <laughs> ああコロナでもはまあちょっとそうだな <laughs> 確かにな大変だけど、うん、えともちろんホットペッパーもそうだけど、うん、でもそのちょっと僕らが独立する頃って、うん、言ってもまだ、えー、朝早く駅に行けば美容師さんが名刺を持って配ってたりとか。うんうん 終電までね、うん、頑張ってこう、えー、名刺を配ってアピールしてる直接スカウトするスカウトじゃない、うんけまあ、キャッチだよね、うん、してる美容師さんって多かったんだけど今ってマジいないじゃん、うん、いろんなの、まあ、インスタもでも DM でも何でもつながれちゃうし、うん、ネットで全部やり取りできるし、うん、でもあのこれはもしかしたらうちだけかもしれないんだけど中ではやっぱりデビューまでに当たって、うんうん、モデルさんをやっぱり結構な人数を我々も。 ノルマを課してるね、うん、アシスタントに、うん、でいざデビューした時に実際にお客様として正規料金で通ってくださる確率ってうと、うん、ネットでつながったあのモデルさんよりも、うん、高いでも直接こう自分でお声がけして来てくださったモデルさんがお客様になるケースの方が確率として高いよね、うんうん、高いそうだからそう思うと昔はさ、うん、みんな駅前で声かけてたじゃんかけてたよ。ね、うん 原宿だったらギャップ前とかさ、渋谷だったらセ西部前とかさ渋谷でかけてた109の前とかでかけた俺もだってそれでホストのなんか人に怒られたことあるも何回もあるよね前どこの店スったとかさなんちゃらですって美容室言ってますが知らねえなだろうなと思う絶対美容室じゃないですもんね そううい経験してたんですよねでもその頃って超ライバルいるから多分一般的なお客様からしてもじゃあハの信号待ちして渋谷駅に渡って電車乗るまでに美容師さんに多分3人4人とか声かけられてた経験って多分あるんだよねえうざい美容師みたいにもう行ってるとこ決まってるんで何だったら今日私美容室帰りなのに何で声かけるのみたいな多分そういう経験された一般の方たちも多かったと思うからつまりそこで引く手余ただったから一般のお客さんも。 今チャンスあるかもねっていう、ね。そう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 。うん、美容師いないからね。うん、街に、うん、とかね、そんなことはちょっと、えー、集客っていうのは思ったりはしますけれども。あ、こんばんはっていう一言コメントがあります。あ、こんばんは。ちょっとコメントを、あの、どんどん返信していきたいと思いますので。ぜひ、何かある方は。コメントしてください <laughs> で。そうそう、次のトークテーマいきます?。いきましょうか。なるほど。うん、はい。はい、教育。教育っすね。 さあじゃあ教育につってなんかこうカリキュラムとかそういうことの教育じゃなくってちょっとマインドの教育とかのほうがいいかなうんそうだね、うん、まあ技術的な教育のカリキュラムをどうこうというよりかは、うんはあどうぞどうぞ <laughs> 教育について教育について まあすごい、まあ、教育って誰もが抱えている悩みだとは思うんですけど、はい、誰もがね、うん、多分世の中の22万件の美容師さんが誰もが抱えている悩みだと思うんですけど教育やっぱり難しいですよね本当に僕もいまだに難しいなっていまだにっていうか、まあ、これからも多分難しいんだと思うんですけど、うん、えこう人のできない、えー、入ったばっかりのまたアシスタントをどう一う人前まで成長させていくかっていう、うん。 難しいところはあるけどまあ気合論とかみたいになっちゃうんですけど、うん、やっぱりその上司上が特にまあ社長もそうだし言ったらスタイリストもそうだし店長もそうだけど上がやっぱ責任を持って教育していくっていうのは僕すごい大事なことなのかなっていうふうに思っててまあちょっとこうあの賛否両論あ,あるかもしれないですけど、えっと、なんか業務委託とか免貸師とか、うん、まあフリーランスとかって、えっと、で例えば、えー、働き 働くく時間が短くて高収入、うん、で自分の時間を自由に使えて、うんえー、お客様を自分でまあ集客して担当していくって、まあうん、今となっては一般的な美容業界でも主流だよ、うん、一般的な流れだとは思うんですけどちょっと僕の考えで言うと多分そういうふうにな,れなってこう幸せな生活を送れてる人って多分誰かに教えてもらってそうなってるじゃないですか。うん 誰かに教えてもらってできない頃から手取り足取りこう育ててもらってそうなってるけどで自分が成長して育ったらそれをじゃあしないとでそれって今高校生中学生のえワクワクしながら美容師になりたいって言ってる若者たぶんたくさんいると思うんですけどちょっとこう自分がやってきてもらったことに対しての教育放棄かなってなるうんなるほどね <うん S 2> だ 教育の輪というか、うんうん、連鎖を止めちゃゃいいいけななんじだ、うん、誰が教えるのって、うん、美容師って素晴らしい仕事なんですよってこうみんなにこう言ってるわけなんですけども、うん、まあみんな美容師さんみんな、えー、この仕事をお客様に感動を与えて、うん、えハッピーになってくって言ってやってるわけだけど、うん、それって止めちゃっていいのかなってだからうちは完全なる教育サロンっていう、うん、もう全員、えー、一からあの育ててで爆発的な成長を あのしてこう幸せになっていくっていうのが一個こう掲げているところではあるかもしれないかな、うん、でそのためにやっぱ大変なんですけどね大変だよ、ね、大変,大変教育産業ってさ、うん、大変いやでも俺はね、うん、個人的に思うのはね、うんあのー、このヘアキャンプさんはあんまり僕たちより大,大先輩ってあんま見てない見てる,あ見てるかじゃあやめよう <laughs> <laughs> いやなんかやっぱり、あのー、僕らも年齢がまだ若いですからねで創業からもまだそんなに長くて、ね、年,年月が経ってないといろいろお教えていただくことが多いんです。でその上でよく言われてたのがあの美容はね教育産業だからこう説法される。 そうですよ。僕ももちろん今ジョーが言ったようにね教育産業ってもちろん思ってるんですけどでも僕もこうありがたいことに全国でいろいろセミナーとかさせていただいて、まあ、懇親会とかあるじゃんいろ、うん、んな美容の経営者さんとこの起業してからの数年でお会いしてみましたけど教育産業教育産業っていうほどマジで責任を持って教育をしてるオーナーさんって俺いないな、うん、意外とっていうのが率直な意見で、うんうん、なんか思ったより、うんうん 教育産業って言われてるくせにあんま教育してない人多いなと思ってて、うん、あのヘアキャンプさんのこのねライブに出させていただいて言うのもなんだけど、うん、今日も多分例えば営業終わって勉強会終わった子たちが見てくれてたりとか、うん、うれ嬉しいけどね、俺らは。うんうん、本来だったら必要ないんですよ、うん ここ <laughs> こういういととに出てくことってくっ、うん、でもすごいじゃんヘアキャップさん、まあ別に YouTube も見るしとか、うん、いろんな動画媒体で教育をね学びたいと思っている人間っていっぱいいると思うんだけど、うん、本来では時点でで完結できてたらいらないと思うんだからすごいそ,のそういう点からしてもやっぱ教育産業なんだけど教育をしきれてないっていうのも、うん、まあこの業界のちょっとねあの 各店舗ごと各会社ごとがやっぱまあ我々もね自分で今発言しながらも自分もそう思ってるんだけどやっぱ見つめ直さなきゃいけないことの一つではあるなと教育する側が学ぶ姿勢を怠ったらもう教育できないですからねもう下の子の方が若い子の方がやっぱりね時代に今の時代に旬だしもう実は大人が考えている以上に若い子たちの。 できることってできることっていうかね、うん、やっぱりこう能力ってめちゃくちゃあんなみたいなわ、うん、かるわ、うん、かる若い子ってすごいよねすごいすごいよねい俺もそれめっちゃ思う、うん